はい、今日はリーヌのお誕生日ということでランチにやってきました。イエーイ、六本木でございます。どうですか？そうですね、ちょっとお誕生日をお祝いしていただくのは今回で2度目でございます。前回は表参道でのそう、ロータス、そうロータスでサプライズしていただいたんですけど、私はなんと六本木で鉄板焼きのランチが食べれるということなので、おめかししてきました。なんかドレスコード緑？そうね、みんなちょっと緑、緑なの。あとでちょっとね、大都度 OKD もちょっと載せましょう。では今日は私のお誕生日 Vlog というわけで、ぜひ最後までご覧ください。イエーイ、イエーイ、ニャンニャン。はい、みんなのバースデーランチに行ってます。めっちゃ高い。すごい。では行きましょう。すごい、遅いんですけど。はい、バラです。くれるの？ありがとう。お花もらいました。お芋がやばい。みー、あんの芋美味しそう。ここ見て、映っとる。皿は熱いので気をつけてください。はい。美味しいですか？せんぼっけ。ありがとうございます。美味しそうですね。いただきます。ガーリックライスもお届けいたします。お香がされるんですけど、実装はお苦手ではないです。好きです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。美味しい。もうあと2個になっちゃったね。楽しい。あ、ニーナだ。ニーナ。ニーナ。大丈夫です。おめでとう。じゃじゃじゃん。新チョコアイ。よくご覧ください。チュンチュン。ニーナとなっております。ニーナちゃん。毎年こちらはですね、N になっておりますが、ミーナちゃんかミーナちゃんじゃない。美味しい。キャラメルの味、キャラメル、へー。鼻がでかいんよ、こっち。そんなことある？いや、見えたよ。こう、覚えて。本当だ、膨らんだ。こっちだけ見えて。わかる？ここの膨らみがでかくて。やるからわかるけど、ミーナもあるじゃん。行くよ。いや、あんただけなんだよ。おめでとうだぴょん。使うかな、絶対。え？絶対使うかな。
よって、ちょっとトイレ行ってくるって言って来ました。これ嘘なんですけど、じゃーん、昨年同様プラダのプレゼントです。二人で行ってきたんやな。そう、じゃあ今からサプライズで渡したいと思います。サプライズ。じゃあミーナのとこに行きます。ミーナお誕生日おめでとう。おめでとう、ハッピーバースデー。あったんですか。当たり前でしょ。買いに行かせる気満々だったんですけど。プラコ。プラコです。プラコです。おめでとう。おめでとう。これは本当サプライズ。全然知らなかった。プリンセスティアラがあります。これはちょっといらないかもですね。ではここでつけさせていただけて、ありがとうございます。ではこちら、ここで開けていいですか。もちろんですよ。いいですか、はい、待って手紙ついてるんですけど、今はじゃあ読んでいきたいと思います。結構なんか書いてくれてる。ハッピーバースデーミーナ、24歳のお誕生日おめでとう。素敵な1年にしてね。2022年は川崎三姉妹の年にしよう。 I love you, Anna。 天井、 Thank you、 かわいいじゃん。次、リナ様からですね、はい、素敵な24歳になりますように。ミーナが輝く1年になるよう願ってます。全てのことに対してもっと頑張ろうね。サランヘウリミーナ、リナ。 Thank you。やっぱ手紙っていうのはいつになっても嬉しいものですよね。しかもプラダのこの便箋に書いてくれて、そう、プラダのお兄さんにくれた。すごい親切だった。これ大切にします。ありがとうございます。何なの何なのこれ。予想はミーナが欲しいって一回言ったことあるとしたら、こういうちょっとちっちゃいポーチのバッグ。じゃあどうぞ。いいですか。開けてください。それではオープンします。おお願いします。それでは使います。ドキドキする。すごい。待って、言った通りの。待って、みんなが一番ずっと欲しかったベージュのこのちっちゃいバッグなんです。ポーチの。すごい。いや、なんかね、ずっと欲しいって言ってたから。見て、これめっちゃ中入るんよ。なんかさ、いつもブラック、ベージュ欲しいみたいな。え、初ベージュ。おめでとう。結構めっちゃ入るんですよ。ありがとう。それプラダって。え、そうなん。最後の1個だった。うわ、在庫大。今人気なんですよ。見て、かわいい。かわいい。これ春夏とかだってさ、一番持ちそうじゃない。私もさ、めっちゃ使われるなと思って。でしょ、めっちゃかわいい。こうやってずっと持って歩けるわ。楽よね。楽。見て、ありがとう。めっちゃ嬉しいです。いっぱい使ってください。たくさん使います。こんな感じでお祝いしていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、24歳の報道をお願いします。はい、私24歳になったということで、本をねたくさん読んで、私はもう勉強をたくさんして自分のスキルアップをする年にしたいと思っております。やっぱりね、もうだんだん大人になってきているので、バカではやっていけませんから、大人になって勉強してさらなるね自分になりたいと思います。さらなる自分になってください。さらなる、まだ語学力が足りません、ね、さらなる上を目指して頑張っていきたいと思います、はいはい、こうやってねプラダをまとって素敵な女性になれるよう努力いたします。こうやって見てくれてる皆さん、いつもありがとうございます。バイバイ。抱きしめてあげなよ。おにそれしていくよ。おめでとうって。はい、ランチが終わったんですけど、私が24歳は本をたくさん読むとね、もう宣言してますが、はい、本がないというわけで、今からちょっとツタヤに行って自分の24歳の一冊を決めたいと思います。パチ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 、買いに行くぞ。どう、どっちだ。ツタヤあっちですね。あ、これ有名な欅坂の昼バージョンです。ハゲてる。夜になるとね、ここでもうね人が盛んなんですけど。盛んな。ルイ・ヴィトンが見えます。ルイ・ヴィトン。寒い寒い。温めて。
やだ、かわいい。クルーレスみたいな、うん、自分で言うな。ピアノ練習しよっかな、24歳。ピアノいいと思う。ルル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 ル。東京タワーっぽいね。サピットにこれ弾き語りしたい。So deep of water love, but I don't love you love. If it ain't your way, way, I just won't ever leave it. But everything means nothing.If I end you. ここに決めた。あ、ミーの下の色と全く一緒だ。すげえ。はい、こちら六本木のね、有名なスタヤです。バイバーイ。じゃじゃーん、24歳一発目の本は、人は話し方が9割、こちらの本にいたしました。おー、24歳たくさん本を読んで頑張ります。はい、はい、ウォーキングして、せーの、ドゥン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 。あ、これ絶対やばい。